ケンシロウはサウザーの謎の前に倒れた。聖帝十字領の人柱として幽閉された。ケンシロウは救出されたものの瀕死の重傷を負ってしまう。ケンシロウが敗北した後、聖帝軍のレジスタンスに対する攻撃は激しさを増し、ついには州の主とも発見されてしまう。州は 動けないケンシロウを逃がし、サウザーを撃つために一人聖帝軍に立ち向かった。そしてシュウはサウザーに囚われる。シュウは失った目から涙を流し、ケンシロウに思いを託した。サウザーを倒し、乱世に光を取り戻せるのはお前しかいない。今こそ聞けケンシロウ、 人生、衆の魂の叫び。剣、傷が塞がっていく。人生が揺さぶり起こしたんだ。今の剣を誰も止められない。第11話、愛ゆえに。 言っておく、北斗神拳は無敵だ。シュウが呼んでいる。
Oh,
Thank you.
ける仕掛けがどこかにあるのでしょうか。早く北斗の男に知らせなくては。このままではシュウ様がサウザーに。逃がさんぞ。
強く、どんな手を使ってでも奴をぶっ倒すのだ。なっていたことやら。今ぞ敵をなぎ倒せ。死ね。
きやがったか。奴らをぶちのめせ。どうした？かかってこい。手ごわい敵だが、今なら押し返せる。貴様にもう生きる資格はない。北斗、猛烈波。死ね。どうした？来るでない。私はこの聖碑を積まねばならぬ。この石は百人の人質の命、そして
なんと六星剣の乱れを防ぐことができなかった。私の痛み。貴様の髪の毛一本もこの世には残さぬ。この石段は衆の悲しみ、一歩一歩噛みしめて登ってくるがいい。愛ゆえに人は苦しまねばならぬ。愛ゆえに悲しまねばならぬ。みなしごだった俺は、南都法王権の先代伝承者王外に拾われ、このなかった王外は俺を実の子のように育てた。そして俺が15になった時、俺は伝承者の試練として目を塞いで敵と戦った。俺が戦い倒した敵とは我が師王外。俺はその時から愛を捨てた。帝王に愛などいらぬ。今こそ何とか北斗の決着をつける時だ。兄たちより先にこの墓に果てるがいい。宿命の対決に興奮しておるわ。
サウザーの調整なのだ。遊びはこれまでだ。死ね、ケンシロウ。無駄だ。死ね、ケンシロウ。もしや飛行を。お前の鼓動と血の流れが俺に謎を解かせた。何をたわむと。心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆。それがお前の謎だ。なんとのショーの体に傷をつけた角を償ってもらうぜ。情で見送るのか。愛や情は悲しみしか生まぬ。なのになぜ悲しみや苦しみを背負おうとする。悲しみや苦しみだけではない。お前もぬくもりを覚えているはずだ。
北斗神拳伝承者、俺が叶う相手ではなかった。もう一度、ぬくもりを。